皆さんこんばんは、関西ビジョワーカー TV 本日10回目ですね、本日もパーソナリティさせていただきますゆきこと深野ゆきこです。よろしくお願いいたします。で本日のゲストは、小島ひろこさんですね、はい、小島ひろこです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ひろりんです。はい、めっちゃ緊張してすごく緊張してまして、はい、緊張すると過呼吸になりますので、番組中過呼吸になった場合は皆さんどうか助けてください。はい、どう助けるか分かんないんですけど。そうですよね、袋をかぶせます。あ、そう、袋をお口に当ててくださいね。はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャリアコンサルタントのヒロリンなんですけれど、はい、こんなにキレくてこんなに素敵なのに過呼吸を暴露しちゃうような毎回緊張するんで。本当ですか。特にテレビ出演なんてもう初めてですからね。そうですよ ね、 そうですよね。普段仕事してる時とまたちょっと緊張が違うんで。そうですよね、初めての緊張です。そうですよね、初めては違う。そうですよね、まあ、でも普段はねもう人の前にどんどん立って。あ、そうですね、ですよね、はい。お写真ありますかね。キャリアコンサルタントを普段している時のあれ出ますか。お写真出ますかね。お写真出ますかね。あ、そうそうそう、こんな感じですよね。これはまあ、キャリアコンサルタントなんですけど、うん、カウンセリングをすることもありますし、はいはい、就職支援のカウンセリングをしてますし、あとはこれはそうですね、大学で、そういう授業をやったりとか、はいはい、今映ってるのはですね継承者っていう2代目3代目 の、 はい、はい、中小企業の2代目3代目の方の養成講座っていうのがありまして、はいはい、うん、その時のビジネスマナーを担当させていただいたんです、うん、でビジネスマナーって言いましてももう皆さんこうね、うん、新入社員がやるようなことはもう皆さんご存知なので、はい、スピーチを社長就任になった際のスピーチとか、はい、あるいはまあそういう、 こう部下とか熟練部下とか、あとは今の若手の20代の方の従業員の方とのその対人関係をどううまくやっていくかというアサーティブなコミュニケーションで、アサーションっていうのを使った、はい、研修をさせていただきました。すっごい、そうなんですね、はい、なんかねもうその緊張とか、はい、全くなさそうな感じのね、もうちょっとこの偉そうに話してるんですけど話し出したら止まらなくなるので。いやでもそうですよね、はい、でも楽しみながらやってます、うん、ね、素敵ですよね、うん、でそのキャリアコンサルタントっていうお仕事をされながら、はい、またあれなんですよね、うん、違うことというか違うことではないんですよね。そのコンサルタントの中で、まあ、さっき言ったカウンセリングとか、うん、あとは大学とか専門学校で、はい、そういった授業を担当したり、はい、あとは就職活動の中のこう身だしなみの一つとして、はいはい、メイクがあるんですけれども、うんうん、はいはい、そのメイクのそういうアドバイスとかもしてまして、うん、はいはい、それもこう今、カウンセリングしている行政のところで、うん、もう11年目になるんですけど、うん、もう10年ぐらいそれをさせていただいてます。それでもいいですよね。その私もこの前、うん、息子がね高校3年生なんですけれど、そんな大きな息子見えないでそのね、お友達の女の子が言ってたんですよ、うん、ちょっとそのメイクとか今までやってないけど、うん、どうしたらいいか分からなくってっていう声とかやっぱりあるので、うん、高校生で、はい、なんかまあまあやっぱりねその今まで自分がそう関係ないって思ってたけれど、うん、した方がいいのかなどうなんだろうみたいな、私もエステをしてるので実際にそういう相談とかを受けた時に、うん、あ、そう女子のリアルな悩みだろうなってすごい感じたんですけど、そうですね、メイクの仕方が分からないっていう人も、はいはい、そのセミナーでいらっしゃるんですけど、私が今こうメイクセラピストっていう資格を数年前に取ったんですが、はい、これはなぜかと言いますと、はいはい、そのメイクのセミナーをやってた時に、はい、終わった後に、うん、じゃあこのメイク面接の時やっていきますわって言われたんですよ、はい、で面接の時だけしかやらないの、はい、って思って、はいはい、でメイクはもちろんその身だしなみの一つでもあるけど、うん、
普段こう朝起きてメイクをして、うん、する前とした後で気持ちも変わるし、はいはいはい、例えば眉を描いてうまくいかない時というのはものすごくその一日がブルーだったりとか、でこれは自分がこう鏡見て自分がこうなりたい印象と同じだと、あ、いけてるわと思うけど、違う時っていうのはやはりそのすごくストレスにもなってくるので、だからやっぱりメイクっていうのはこう自分がすることによって気持ち、まずは表情も変わるし、で気持ちが変わるので、うん、今度行動も変わっていくので、どんどんその就職活動だけでなく自分自身が自信を持ったりとか、はい、するような、うん、ツールでもあると思うんですね、うん、だからそこを分かってほしいなと思って、はい、まあ、コンシャスインターナショナルっていうところの岩井先生が、はい、したメイクセラピーっていうのを勉強して、でそこでメイクセラピー検定を受けて、メイクセラピストという資格を取りました。ね、そうなんですね。さあ、でもすごいですね。その言葉をきっかけに、うん、あれっていうところに気づいて、で、ね、その資格を取るっていうところまで。だからいやいややる頃でもなく、はいはい、やはりこう変わっていく、うんうんうん、まあ本当に就職活動だけではなくて。で、はいはい、でメイクセラピストとしては他の、就職とか関係ない人もさせていただいてますので、うん、どういう自分になりたいかっていうことをまずカウンセリングをして、はいはい、でどんどんこうただ明るいとかそういう、 こう抽象的なものではなく、うん、じゃあ明るいっていうのはその人にとってどういうものが明るいのかとか、はいはい、こうそういうのをお聞きして、うん、で例えば仕事で本当は私はしっかりしてるのに、はい、いつもこう頼りなく見られて大丈夫とかっていつも言われると、はい、で本来は私はこうしっかりしてるししっかり見られたいと、そしたらそういうメイクを半分するんです。で鏡を見てもらって、で自分が見てこのメイクをしたいと思ったら、はい、後の半分をそのアドバイスをしながら自分でやってもらうという、だからそこがアーティストの方と違って、なんとなくではなく、うん、こう理論に沿って、はいはい、やっていただいて自分でできるようになってもらうというところが、まあ、他とは違うところなんです、はいはい、でそうすることによって日頃も、うん、そういう、こう理論でなので、うん、あ、こういうふうな印象になりたいときはこういうふうにしようっていうふうにその都度まあ、仕事ではこうだけどプライベートではこう見せたいって言ったら変えることもできますので、はい、あ、すごいですね。それ女子としてはちょっとウキウキしますよね。まあ、面白いですよ。ね、そうですよね。ちょっとした仕方でもう全然自分の顔って変わってきますので。はいはいはい。あ、それはでもそのね、そのなんていうんですか、その就職活動だったりとか、まあね、いろんなことされてる中でそういう本当にこう自分が輝けるようなそのメイクというか、なりたい自分のメイクって。知れたら嬉しいですよね。そうですね。本当にもうこうちょっとこうエステ感覚でちょっとこう、うん、気持ちを変えたいわっていう時に、はいはい、していただいて来ていただいて、うん、やったりとかもしますので、うん、気軽に来ていただけたらと思ってます、ね、うん、でもそこでまたそのほらカウンセリングが入るっていう、はい、そこがまたすごいですよね。そうですね。こう本当のこう掘り下げていった時に本当はどうなりたいのかと、うん、はい、芸能人で誰々さんにがいいですとかって言って、うん、じゃあなんでその人がいいのかっていうところを、はいはい、どんどんこう掘り下げていくと本当にその人がなりたいっていうのが気づいていく。これはもうキャリアカウンセラーの時も同じですね。これからいろいろと傾聴して聞いていくっていう、うんうん、ああそうなんですね、うん、あ、だからこそ本当にそのキャリアコンサルタントとしてのひろこさんがいて、でさらにその女性に特化したというか、はい、そこから本当にその人の魅力っていうところに、うん、そうですね、はい、そういうところをこう、なんですね。すごいな。でも実際多分メイクの仕方にしてもやっぱりこう例えばねそれをこうしてもらう機会っていうのはねこう作ろうと思ったらね、うん、ありはしても、うん、やっぱりそれを本当にねこう毎日自分ができたら、うん、それだけで
ね、もう朝からモチベーションぐって上がりますよね。全然変わってきますし、はい、実際その、行政で、あのセミナーでやって、うん、今マンツーマンでさせてもらってるんですけど、はいはい、あのやった後に、うん、あの表情だけじゃなくて軽やかに帰っていかれるんですよ。すごいその姿勢とかあのフラットワーク来た時ってなんかちょっとこううつむき加減だったのに、はい、すごい違うなって思いますし、はい、やっぱりそれで内定しましたと、メイクの印象だけじゃなくってやっぱりそこもあるけど、やっぱり自分の気持ちがやっぱり前向きになったりとか、表情、まあ、気持ちが変わるか表情も変わりますので、はい、そういうことがやっぱり結果としていい方向になってるんだなっていうふうには思ってます。そうですよね。いやでもそれ多分あのヒロリンがそれを引き出してるんですよね、うん、メイクこうしながらきっともう話をねどんどんこうしてます、ね、はい、そうですよね。多分あの私もはね初めましてですけど、うん、もう本当にこう姿勢もよくって、うん、スタイルもよくってこう魅力的なのでやっぱそういう方にこう実際触られてこういう風にしたらいいよとか、うん、いろんなこうアドバイスを聞いたりしながらね、うん、教えてもらう間にこう、あ、私もこんな風になりたいなみたいなスイッチが入っていってるんじゃないですか、ね、多分。それはありがたいですね。ねえ。あとやっぱり元気になってほしいなっていうのがあるので、うんうんうん、あのなんかそこは、まあ、自分ちょっと自分で言うのもあれなんですけど、はいはい、なんか明日から頑張ろうって思えますと、うんうん、なんかそういう、こうプレゼントを渡してるわけではないんですけれども、はいはい、あのお世辞とかは絶対言わないんで、うんうん、ただ本当に話しててその人の魅力っていうのがすごく見えてくるんです。お話、はいはい、そこを素直にお伝えして、うんうん、それが結構まあいい部分だったらこう初めてそういう褒められましたっていう言葉もおっしゃる方もいらっしゃいますので、やっぱり、うん、まあ、そこはこうギフトプレゼントというかギフトになるかもしれないですけど、はい、あのなんかそれをおだてるとかそういうのではないので、うんうん、はい、素直に気持ちを伝えてます。そうですよね、きっと多分それじゃないかなって今お話伺いながらちょっと感じたんですよね、うん、はい、多分メイクってそのこう女性としてはやっぱり嬉しいものではあるんですけれど、うん、その軽やかになっていくっていうその心の変化というか、うん、それは多分もう多分魅了されてる感なんだろうなっていうのそれだったら嬉しいです、ね、いやでもそれは絶対あると思います。なんかこう自分磨いていかないといけないですねいや十分だと思いますけどでもその気持ちがあるからですよね、うん、ずっとこうあの輝き続けるというか、うん、そこをこう持たれてるから。そうですね、あの、うん、どんどんも自分もこうあの勉強して、はい、あの現状に甘んじててはいけないと、あの満足しててはいけないと思って、あのどんどんまあ興味も結構、うん、好奇心もあるんですが勉強したいことはどんどん学んでいっている方です、はいはいはい、ねえ、そうですよね、うん、なんかその活力みたいなものがこう自然とこう、ね、伝わっていっているからなのかなって思いますね、すごくねえ。なんてあの本当にこう女性ってあのその見た目ってね、もうあのすごい重要だとは思うんですけれど、うん、その方からそうい う, こうエネルギーってすごい出てるっていつも、うん、そうですか、うん、思うんですね、うん、なので多分それがこう、うん、なんていうんですか、メイクを通じてカウンセリングを通じて多分きっと自然と伝わっていってるんだろうなっていうのを感じますね、うん、ねありがとうございます、はい、もう絶対それはあのそうだと思います。ちょっとそうあのやってほしいなと思いますぜひ言わせてください、ね、自分でするより人のをする方がすごい好きで、うん、そうなんですか、はい、すごいどんどんこう見えてくるん で今度あの、はい、ある大学でそこの大学っていうのをこうあの客室乗務員で CA になる人が多くて、はいはい、で全国一番なんですけど、うん、でそこに CA 講座っていうのをされてる先生がいて、うん、でその中で美なしなみを担当させていただくことになって、はい、であのメイクをするの で, でめちゃくちゃ楽しみですいいですね、うん、どんどん変わっていくかれると思いますので。そっか、あじゃあやっぱりそのリアルにそのメイクされてる時って、うん、そういうあのね姿勢ももちろんそうでしょうけれど、あの
表情も変わっていくっていうのをリアルにこう見れるっていうのも楽しみの楽しみです。あ、もうなんかもう天職なんでしょうねそうかもしれないです ね、 ねえ、すごい、ちょっとそれ私も体験したいですね。はい、ねえ、これはちょっとぜひぜひ。そういうもう基本的にはそういう今からこうそのメイクセラピストっていうのは個人とかでもできるんですか？はい、そうです。あの、うん、一応そのホームページもあるんですけど、ちょっとリニューアル来年したいと思ってまして、はいはい、あの Facebook で、うんうん、あのいつでも問い合わせていただける、メッセージで問い合わせていただければ、うんうん、あのまたお答えさせていただきます。あ、そうなんですね。場所ですとか、あと、あの料金ですとか、はいはいはい。でまあ、今回はちょっとこう後であそうですね、後からちょっとあのお楽しみがあるので、ね、ちょっとあの、ね、楽しみにしていただいたらと思いますけれど、はい、そっか、それでもいいですよね。なんかこうね、どっかそういうところでしかね、大学でとかしかねされてないってなったらね、やってほしいけどみたいな感じですけれど、ね、個人にもねしていただけるとなればちょっと楽しみですね。はい、ね、楽しみにしておいてください。はいということで、あのこんな、なんだろうな、このね、こうすごくこう女性らしさが伝わってくるけれどもキュートなヒロリンですけれどそんな日常をちょっとあの、はい、プライベートを垣間見たいななんて思ってるんですけれど、はい、どうですかプライベートなんか最近楽しかったこととかありますか？最近楽しかったことあのなんかもう家でもなんか仕事、あ、家ではこうジムやってるので超苦手なんですけれども。そうなんですね。あ、でもなんか分かります。 なんでしょうね、あれこう仕事をしてるとだん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 日常となんかこうプライベートなのか仕事なのか何なのか分かんないぐらいこうなくなってきますよね。個人事業主の人ってそうだと思うんですけどす、ね、ずっと仕事してるみたいな感じで、はいはい、でもたまにあの私お酒好きなので、はいはい、飲みに行ったりするのが好きですね。あ、そうなんですね、うん、私も大好きですけど、まあ、飲みに行った時に飲むって感じなんですけど、はいはい、うん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 、何が好きですか？私ビールが大好きで私はあのワインも好きなんですけど、はいはい、日本酒が好きです。うん、日本酒は好きですね。そうなんですね。私ちょっとだけね、去年今年ちょっとぐらい飲めるようになったかな。かわいい可愛くないですけどね、もうずっとひたすらあのビールのちょっと行きたいですね。行きたいですね。一緒に行きたいですね。ちょっとワクワクしますね。ねえ、ねえ、本当だ。ちょっとそれ行きましょう。うん、もっと喋るんで。うるさいかもしれないです。本当ですか？すいません。いい、私もうるさいかも。最初に言ちょっとそれぜひ、うん、あの開催しましょうね。ちょっと楽しみかも。知れないです。ねえ、ぜひぜひちょっとあの作りましょう、しおみ。はいねしおみんですね、しおみ、はい、はい、日本酒マニアがいっぱいいると思うので、うん、はい、と、はい、いうことで、そんなあのヒロリンから素敵なプレゼン、プレ、なんか噛んじゃったプレゼントちょうだいっていうコーナーをに行きたいなって思うんですけれど、はい、はい、何をプレゼントは、はい、まああの個人でもしてまして、うんはい、通常は本当にカウンセリング90分で結構、はい、あの2万円とかなんですけど、はい、今回は、うん、あのメイクもあとはあの実はこれからちょっとこう、うん、力を入れていきたいことがありまして、はいはい、あの今までは、まあ、学生相手のことが多かったんですけど、はい、あの最近ちょっとベンチャー企業の方にも携わってまして、はい、そこはあの企業さんに訪問して、うん、でストレスチェックっていうその機会がありまして、はい、ストレスチェックをするんですね、うん、でそのストレスをこう、まあ良好とか注意とか用事とか出てくるんですけど、やっぱりそのどの部分にストレスがあるかっていうのって、まあ、従業員の方それぞれ違いまして、うん、仕事のまあ長時間労働もあれば、うん、まあその介護だったりとか、まあ、子育てとかっていうので、でそういうと
ところから、まあ、その悩みをこう聞いていくっていう、まあ、その短い時間なんですけど、これ毎月、まあ、一応行くことになってまして、はい、なのでだんだんこう信頼関係とかもできてきて、本当にこうプライベートの話とかもこう聞くことがあるの で、はいはい、でそういう、まあ、学生とか若手の方だけではなくて、うん、その今働いてる方っていうことを対象に、はい、したいのと、あと今言ってる行政のところも、はい、最近の本当に業者さんの悩みが圧倒的にこう会社を辞めるかどうかで、その原因がその対人関係の悩みなんですね。だからちょっとそういうところに力を入れて、コミュニケーションの取り方だったりとか、あともっと深くお話を聞いて、その人に寄り添って一緒にその解決の方に導いたりとかしていきたいと思ってますの で、はい、でそういったそのまあ悩みを持っている方と、はい、あとはそういうメイクに関することの、うん、悩み、だいたい90分で3000円で今回はちょっとさせていただきたいと思ってます。場所とかもそれはまた後日なんですけど、うん、はい、もしご希望の方は、うん、Facebook のメッセージでこの番組をご覧になった旨をお伝えしていただければ、はい、その料金で、させていただきたいと思いますので、皆さんどうぞご遠慮なく、ください。はい、これちなみに何名様まで、はい、OK ですか？そうです、5名です。5名？はい。5名です。どんどんやっぱりそういうお話を聞いて、うん、人それぞれ違うし、全く同じパターンっていうのはないですので、そうですよね。そこでお話を聞いて、うん、その一緒にこう考えていって解決の方向に導いたり、はい、あるいはその人の才能とかを見つけ出す、強みとか才能を見つけ出すのが私のすごい得意分野なので、はいはい、ぜひ一回受けてみてください。今力入りましたよ。はい。はい、なのでこれは応募方法は、Facebook で関西ビジョンワーカー TV を見たということをコメント入れていただいて申請させていただいたらいいんですよね。はい、はい、そう、必ずこれ入れてくれないと当たりませんですよね。いきなりだって怖いですもんね、なんか知らない人からね、なのかね、Facebook ってね、今そういうのもねよくあるみたいなので、必ずこの関西ビジョンワーカー TV を見たっていうことを言葉を添えて、で、小島ひろ子さんで検索したら出てきますかね。はい、小島ひろ子と、あとさっき出てた写真が、はい、なんか黒い服着た写真があるんですけど、はい、これがFacebook の写真になってますので、はいはい、これでお分かりになるかと思います。分かりました、小島ひろ子さんという、そうですね、はい、お名前とで検索をしていただいて、でメッセージャーですかね、そうですね、はい、メッセージを入れていただいて申請してください、はいはい、これ、はい、大丈夫ですかね、うん、これでも本当、その時はメイクとかはまた別ですか？メイクと、メイクと、まあ、メイクはカウンセリングもついてますの で、であとはその対人関係、男性の方とかも OK ですね。あ、そうですね。あ、そっか。じゃあ私なんとなくこう女性だけって思ってたけれど、男性も OK なんですね。最近ちょっと携わってるのが、経営者の方とか中小企業の、はいはいはい、まあ、その継承者の方の、はい、研修をさせていただいたこともあるんですけど、はいはい、経営者の方って意外とすごく孤独なんですよね。で、専門的な、まあ、経営のこととか、はいはい、そういう財務とか、まあ、そういうことは専門のコンサルタントの方いらっしゃるんですけど、はい、例えばこう部下に対することとか、あるいはこうそのコミュニケーションとかって、うんうん、意外とこう誰にも話せないっていうのがあるみたいでして、そうですね、実態が把握できましたので、うん、把握しましたので、ぜひ私そうですね、乗らせていただきたいと思って、はい、そういう方は大歓迎です。そうなんですね、はい、でもそれはでも本当にそうだと思います、うん、ね、言えそうで言えないんですよ ね、 ね、そうですよね、ちょっと切ないね、男性のね心もね癒してくれるっていう、うん、プライドもあるし、うん、そうですよね、ぜひ、ね、なんか先週そんな話ちらりとしてたような気も
しますけれど。そうですか。ねえ、本当に。まあでも本当そういうね、なんかこうなかなかね出せないところでしょうかね。そうですね。ね、あの私もこう女性をあの基本であのお客様で、ね、関わらせていただくんですけれど、あのやっぱり男性は男性なりのねあのお悩みじゃないですけれど、いろんなねものを持たれてるなっていうのもリアルに感じるのでね、ね、それはぜひあの救ってもらってください、ヒロリンにね、本当に。でも嬉しいと思います、男性も。そうですか、うん、ね、なんかあのすごく素敵なヒロリンにそういう悩みを聞いていただきながら、うん、ね、なんかねそういうちょっとねほぐれていく感って、そうです、すっきりしていただくとか、あるいは何か、まあ、明日からもちょっとまた頑張ろうかって思えていただくのが一番いいと思いますので、うん、そうですよね、うん、なんかきっと明日の活力に、まさにそれを、ね、ですよね、はい、歌ってますそうですよね、なんかもう絶対そうなっていくだろうなと思いますよね。もうぜひぜひじゃあ皆さん、はい、あのアクセスしていただいて、先ほどのね、はい、あのキーワードを必ず入れていただいて、ぜひゲットしてください、ね、よろしくお願いします。はい、で、そんなヒロリンから最後何かメッセージとかがあれば、あの思いの丈をお話ししていただいたらと思いますけれど、一応私はですね、あの発想転換の魔術師とあの自分で言ってました、はいはい、魔術師ってすごい怪しいんですけど、はい、不可能を可能にするっていう意味もあるそうなんですね、はいはい、で私の本当に自分が得意とするのは、お話聞いててその人のさっきも言ったように、うんうんうん、強みですとか、はい、本当その人のこう良さって才能っていうのを見出すっていうのが得意なので、はい、カウンセリングをさせていただいた先には、うん、あなたのその才能を見つけ出しますので、ぜひ、はい、カウンセリングにお越しになってください。お願いします。お願いします。ねえ、ちょっとすごいですね、魔術師ですか、はい、発想転換の魔術師。そうです、発想をやっぱり変えることで、前向きにもなれると思いますので、うんうん、そうですよね、うん、なんかやっぱりあのほんのちょっとしたことだったりとかするんでしょうけど、なかなか自分ではそう、ちょっとしたことがなかなか変えれなかったりとか、うんうん、こう捉え方をこう変えれないというか、うん、そういう方もいらっしゃいますので、はいはい、それをこう、うん、あれなんですね、ヒロリンが、はい、ちょちょって魔術師のようにちょちょってしちゃう感じですねこうできないとかって言い切って、 で、 こうできないところをじゃあそのなぜできないかを一つ一つこう紐解いていくっていうことも、あの結構カウンセリングの中でして、で捉え方もこう変えていただくというか、ちょっとぜひあの魔術師の技を皆さん、はい、そうですよね技ですよ、技絶対それはでもね本当にみんなができることではないと思うので、あのヒロリンならではなんでしょうね、きっとね。そうですね、あの、うん、こもって生まれたのか、まあ、この11、うん、2年やってきたからか、はい、わかんないですけど、いや絶対そうだと思いますね、うん、ね、素敵。ちょっとそんなあのね、ぜひぜひちょっとね、あのなんていうんですかね、まあ、知ってる人は、ね、体感したこともあるかもしれないですけど、多分未知の方の方がたくさんいらっしゃると思うので、ぜひぜひあのそんなね、はい、あの素敵な魔法じゃないね、魔術にかかってみてください、はい、かけてみせますさすがさすが、そうこう見えてあの結構男前な感じですよね、大丈夫です、入ってないので大丈夫実はそう、ちょっとそれもまたね、ちょっと楽しいあの場面なんですけど ね、あまりこう拾うのが苦手なのでさっきも始まる前に散々言ってね、そうですよね、もうちょっと楽しい時間私もざっとあの過ごさせていただいたので皆さんぜひそれも合わせて体験してきてください、はい、ということで、はい、今日は本当にあの、ね、楽しいお話と、はい、あの魅力が、こちらこそ本当にありがとうございました、この女子力欲しい私リアルに言ってますけど
大丈夫ですかこれ。はい、ちょっとそんなのをこう吸い取りながらちょっと過ごさせていただきましたけど、本当に今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました、ね、またね、先ほど言ってたお酒の会も楽しみにしてますので、はい、塩見ですか、塩見もさせて、はい、塩見もさせて、じゃあオブザーバーもぜひぜひ、日本酒大好きなので、ね、はい、素晴らしい、はい、なんかそんな内輪の話をしておりますけれど、またぜひぜひね、この回にもね、また遊びにいらっしゃってください、はい、ありがとうございました、すごく楽しかったです。はい、よかったです。緊張がね、ほぐれて、あの袋をかぶせなくて済みましたね。かけ袋忘れてました、ね、あ、よかった。そんな話してましたね。そう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 。ということで本日も本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、では皆さん、この後はユッキーの部屋で、はい、終わりになりますけれど、この後もまた見てくださいね。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、本日もご覧いただいてありがとうございました。今日ね、ヒロリのお話を聞かせていただいて、本当に女性ってすごくこう、ちょっとしたことで気持ちってすごく変わるんですね。で、私もずっとそのエステの仕事をさせていただきながら、そういう姿を見てきたというか、見させていただいてた中で、本当にその人が持ってる魅力に、実は自分は気づいてないけれど、こう、なんていうんですか、こちら側からこう気づかせていただいた時に、本当ちょっと些細なことでもすごくこう笑顔になられたりだとか、前向きになっていくというか、そういう姿って本当にすごくこう私も魅力的だなっていうふうに感じてます。でそれをね、リアルにそういうふうなメイクだったりだとか、そういうところでされてる、今日のねゲストのヒロリンのお話を聞かせていただいて、もっともっとそういう方が増えたらいいなっていうふうに感じています。でなので皆さん、ぜひぜひ Facebook ね、アクセスしていただいて、カウンセリングね、受けていただいたらと思います。ということで、本日もありがとうございました。また次回は27日ですかね、はい、放送がありますので、楽しみにしていただいたらと思います。では本日もありがとうございました。